ごきげんよう。ということで、どうも皆さん、こんにちは。ボクシングです。はい。ということで、今回はですね、なんとですね、エイムリング、スポンジの、スポンジと、あとは、コントロールグリップの提供をいただきました。ありがとうございます。ということでですね、早速ね、商品を開封していきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、つけました。ですね、オレンジの方だと、まあ、結構、まあ、左右、上下、回しやすいですね。で、この最強の230の方はめたんですけど、これマジでやばいですね。これ結構、思いっきり倒れないぐらい硬いですね。もし、オレンジとか使ってて、ちょっと変わらないなって思ってる方がいたら、こっちのね、もうこれ多分、曲がんないですね。まあまあ、曲がるっちゃ曲がるんですけど、相当力いりますよ。なので、ちょっとね、右親指がガッてね、ちょっと強い人とかね、ちょっと強すぎてエイムが合わない人っていうのは、まあちょっと緑の、このスポンジをね、入れてもらって、まあ、この辺の、まあエイムを良くすると。で、倒したい時はガッと力入れていただいて、まあもう、完璧にエイムをすると。いう形になっております。はい。はい。ということで、着きました。ちょっとね、机で撮ってるんでね、ちょっと、こんな感じ？もう、かっこいい。ちょっとこういうの気になるね。こういうの気になるね。こういうの気になるんだけども、もうすごいね。もうかっこいい。見て！いやー、もうこれビクロイなんだよな。もうこれだけでビクロイ？うわ、すごい。皆さん、ここすごい、このグリップ。いや、すごい。高級感がすごい、これ。やば。いや、ちょっとやばいよ、これ。え、ちょっと皆さんね、これね、つけてもらいたい、一回。うわ、すごい。いやー、なんかね、あったかいよ。あったかい。滑んないよ、絶対。滑んないと思う。こっちのね、全然滑らない。本当に滑んない。すごくない？これ、ほら。これ本当にやってる。やらせとかじゃないから。ほら、見て。いくよ。うん、ウィン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 、でしょ。もうこれもう、壊れちゃうんじゃないかぐらい食いつく。はい、ということで、フォートナイトソロやっていきたいと思います。もうね、完璧。触り心地は素晴らしい。もう素晴らしいですよ。フィット感満載っていう感じなんですけども。まあ、あとはね、右のこの、スポンジがですね、どのような硬さで、どのようなね、動き方をするのかっていうのは、ちょっとね、数試合やってきたんですが、結構ね、いい感じですね。はい。なんだあいつ。あー、これはアイオーゲー。いやー、このグリップ最高。もう素晴らしい。ジッチ、やっぱね、この長距離、皆さんね、グリップをつけてない方っていうのは、倒しすぎちゃう傾向にあるんですよ。しかしながら、このグリップをつけていると、その長距離のね、エイムがしやすくなるんですよね、今のように。なので皆さんね、ぜひ使ってみてください。やっぱコントローラープレイヤーのお悩み、長距離がもう素晴らしくね、もう簡単に、もうなんて言うんでしょうね、簡単といえばイージーですね。ベリーイージーですね。ちょっとよくわかんない。はーい、ということで、このね、まあオレンジもありますっていうことで、で今回ですね、ちょっと違う色を使っていこうかなと思いますね。オレンジが100なので、次、黄色200。まあ、倍硬くなるということで、これを使っていきましょう。よっと。おー、硬い。おー、打つな、打つな。おー、とりあえず、今、つけました。危ない危ない。カメラも倒れていく、と。カメラも倒れていくと。はい。ということで、次はね、200硬いっていう。あー、すごい。なんか、でも、これぐらい硬いともう、全然カクカクしないですね。ほら。
今黄色の200っていう数字のスポンジを入れたんですけども、ほら滑らかっすよね、動きが。ほら見て、ほら滑らかに動くでしょ、これ。これがスポンジのいいところなんですよね。全部でいろいろあるんで、いろいろ買ってみて試すものもいいかもしれないですね。あ、誰か飛んできた。うまい。これ問題の長距離、この中距離、いや、エイムバッチリなんですよね。弾が少ないからちょっと詰めようか。あ、なんかやらかしてるぞ。ちょっと弾が少ないよ。左の方にいるか。Oh my goodness, GG! いや、本当に、もう素晴らしいね。もう吸い付くっていうか固定されちゃうから、ピタッて合えばもうそっから動かないんでね、素晴らしいっすね、これ。いや、完璧。GG。あ、また来た！また飛んできた。なんだお前。2発、3発。危ない！ GG！また来ましたね。危ない、一瞬にして。来ましたね。これもフリークのおかげかな？もしかすると。これやっぱ飛んでる最中の敵を倒すとか、その一定速度の、やっぱエイムをしなきゃいけないとかなると、やっぱりね、難しいところがあるんでね。いやー、いいね。あ、こっちにいる。OK, GG! ありがとうございます。ちょっと慣れてきたんじゃない？とうとう慣れてきたよ。これ、3戦目かな？ 3 戦目なんですけど、ちょっと慣れてきましたね。だいぶ、エイムもしっくりきて、建築もできるようになってきて、結構もう慣れてきましたね。そんなになんか、ね、変えたから、なんか、エイムがおかしくなるとか、は、ないですね、今のところ。慣れが必要なんですよ。これも、スポンジのおかげですね。あ、いる。建築した。うわー、すごい、宝箱じゃなくて、物資ありますね、アイテム。あ、バレてないよ。やべ、弾詰まった。あっぶな。これ出なくなるのやめて。ゲイ！ああ！あ、やだ！ああ！うまいぞ、うまいぞ、うまいぞ！おー、うまい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 ！ちょっと待て！え！オーマイゴッドネス、GG！はい、ということで今回はですね、このスポンジ、それとグリップ、とてもね、素晴らしい将棋なんで、皆さん概要欄でチェックして買ってみてください。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。ということで今回はここまでということで、皆さんお疲れ様でした。さよならー。